現在得点を待っているところですが、さあこちらはロシアのクリコフです。オリンピックの代表にも選ばれて団体の金メダルの一員でした。その平行棒面ご覧いただきます。ヒーリー、もう一回ヒーリー。今のは森末ですかね。さあこれから折り技ということになりますが、屈伸のダブル、いかがでしょう。そうですね、全体にまとまりのある演技だったと思いますけども、やはりこれぐらいの選手になりますと、もう一つ二つそのアピールのある大きな技を入れてほしいとはやっぱり感じますね。サバエの世界選手権以来の日本への来日ということになりました。今のが森末、棒上で抱え込みの後方2回宙返り、嬉しいというストラップからロープを使ってエルボーまでというクリコフ選手の平行棒の演技でした。今回はこのクリコフとそれからシャバエフの2人が日本に来日をしております。